皆さんこんにちは、こんばんは。新作の部屋の作でございます。初めての方はじめまして。いつもご視聴いただいている皆さん、いつもありがとうございます。さて、本日緊急で動画を撮影しております。嬉しいニュースが飛び込んでまいりました。2023年スクーデリアアルファタウリ F1 角田裕毅選手残留決定。いやいや、おめでとうございます。おめでとうございます。ということで、角田裕毅選手、2023年も3年目の F1 ドライバーとして、日本人ドライバーとして活躍してもらいましょう。いや、本当に嬉しいニュースだった。なんとなくね、もう雰囲気的に2023年も残留決定というのはほぼほぼ分かってたんですけども、やはりね、正式に決まるとファンとしては嬉しいですよね。ということで、今日はですね、もう F1 マニアの私がしっかりと皆さんと一緒に楽しくお話ししていこうと思います。いろんなご意見あると思います。今回の F1 のネタに関してご意見があれば、ぜひコメント欄で意見をご自由に述べていただけると幸いです。私と一緒に会話しましょう。ということで、本日入りましたニュースをですね、皆さんと一緒に共有していこうと思います。角田裕毅選手、2023年もスクーデリアアルファタウリ F1 へ残留決定。F1 での最初の2年間の成功に続いて、角田裕毅選手が23年シーズンもチームに残留することを発表しました。いや、良かったですね。で、現在までにもう38回の F1 レース、こちらの週末を経験している角田裕毅選手、チャンピオンシップへの道を加速させていますということで、もともと角田裕毅は F2 でかなりの実績を作っていたので、F1 のスーパーライセンスあっという間に取っちゃった感じなんですよね。で、2021年にデビューして、今でも忘れません。デビューしていきなり初戦でポイントをゲットというね。デフリースも同じような感じだったんですけども、デフリースの場合はまだ正式な F1 ドライバーではなかったんでね。前回、アルボンの代わりに出走しただけなんですけども、角田裕毅の場合は、そしてね、2021年には最終レースでトップ4フィニッシュしてますからね。トップ4、過去最高順位ですね。トップ4ということで、本当にね、楽しみでありました。で、2021年いろいろ言われました。デビューの年はね、いろいろあったんですよ。イモラでちょっとやらかしてしまってから結構ね低迷して、いろいろ言われました。無線芸人のキミライコネンを一気に超えたとか、いろいろね、いいように言われていたりしたんですけども、結構ねマスメディアから少し叩かれたりとか、いろいろあったんですけども、でも個人的な意見ですけど、あんだけね、時速300キロ近い世界で、しかも体感温度50度ですよ。で、あんなね、ずっと G を感じながら何周も走ってて、もう事故ったらもう終わりなわけじゃないですか。もう生命の危険があるような、あんな中で真剣に走ってて、そりゃどうですかね、このタイヤ持ちますかねとか聞いてる暇なんかないよね。このタイヤどうなんだ、早く言ってくれよみたいな、そうなるよ。アドレナリンもドッパドパだしね。そりゃそういう風な聞き方になるよね。ある程度やっぱりね、丁寧にとは思いますけど、個人的にはやっぱりそれぐらいいいんじゃないのかなと思ったりはします。でも2022年、いろいろとありましたけど、心理学者をつけたりとか、本当にいろんなことがありました、今年はね。現在、角田裕毅は、ファエンツァの方に引っ越しまして、チームに完全に溶け込んで、トラック内外を問わず、毎日一歩一歩努力を続けているということだそうですね。で、角田裕毅選手はこう言ってます。F1 でドライブする機会を与え続けてくれたレッドブル、ホンダ、スクーデリア、アルファタウリに心から感謝したいですとコメントしています。昨年ファクトリーに近づくためにイタリアに引っ越したことでチームの一員であると感じており、23年に彼らとレースを続けることができて嬉しく思います。もちろん僕たちの22年シーズンはまだ終わっていません。ミッドフィールドの戦いはまだ懸命にプッシュしているので、最高の結果で終えることに完全に集中し、来年を楽しみにしていますと述べています。こちらの文章は角田裕毅選手のコメント、そのまま引用しております。そしてアルファタウリ F1 チーム代表のフランツ・トスト、昨年の加入以来見てきたように、裕毅は非常に才能のあるドライバーであり、今シーズンは大きく改善したとコメント。彼が最近示したペースは急激な学習曲線の明らかな証拠であり、彼が F1 のシートに値することを証明しており、今年の最後の6レースで彼から強力な結果が得られることを期待している。F1 に完全になれるまでに少なくとも3年はかかるので、彼が自分のポテンシャルを最大限に発揮する時間を与えられたことを嬉しく思う。さらに、マルコと彼のドライバープログラムは、若い才能をジュニアカテゴリーから育成し、育成できることを証明している。レッドブルとアルファタウリ、そしてホンダの継続的なサポートと、彼がもう1年間我々と一緒にいることを強化してくれたことに、勇気と共に感謝したいと思うと
述べていますね。トストもいいこと述べますよね。で、本当にね、いろいろと今回あったんですね。2021年は本当に、まあ、最初ドカンと上がって低迷して最後また上がってみたいないい曲線だったんですけども、2022年は、まあ、平均的にかなりいい成績を取っていたんですが、最近はねポイントが取れない日々が続いております。まあ、DRS が壊れたりとか、なんかねデフがちょっとやってしまったとかね、なんか本当にいろいろありました。ポイント取れるレースに限ってなんかいろいろ起きるんですよね。なので最近では角田裕毅、予選が良かったら決勝で何かが起きる、そういう風に言われるぐらいになっていました。もう本当にね、最近 FP2、FP3 でも予選でもガスリーを上回るような成績になってきたんですね。本当にね、やっぱり速さあるなと思いましたね。まあ、そこはマルコも認めてますんでね。ちなみに角田裕毅がデビューした2021年は総合順位、ガスリーが9位で110ポイント、角田裕毅は14位で32ポイント、これで2021年を終えています。で、今年2022年、今日の時点で、現在ですね、ガスリーはドライバーズランク11位の22ポイント、角田裕毅は16位の11ポイント、現在コンストラクターズタイトル、アルファタウリは8位の33ポイントということになっています。まあ、2021年に比べると、特にガスリーはどうしたんって感じですけど、まあそれだけね、今回、まあマシンのアップグレードに悩んだりとか、まあいろんなことがありました、今回ね。で、21年と思いっきり違うのは22年からマシンが変わっています。2022年から F1 マシン自体が変わっておりますので、最初は探り合いかなっていう感じだったんですけども、まあ大体残り6戦を見据えて、まあ角田裕毅もガスリーも慣れてきたんじゃないかなと思います。で、10月に入ったらね、シンガポールグランプリと日本グランプリがついに開催されるということで、市街地コースを得てから、日本に来るということなんですが、最高の10月の始まりになりそうな予感がしますよね。そして皆さん含め私も気になるところなんですが、今日の時点ではまだピエール・ガスリーと角田裕毅で2023年行きますというふうに発表しております。しかしですよ、実際はもうニック・デフリースとの間で23年のアルファタウリ加入について大筋において合意したとの説が現在持ち上がっております。まあ、そういったニュースももう出ております。実際ね、レッドブルの関係者からの情報によると、デフリースとは23年からの2年契約を結んで、それによってピエール・ガスリーはアルピーヌ移籍が可能になるということだそうですね。それが完全に事実であれば、23年の F1 秋シートを持つのはウィリアムズとハースのみということになります。ウィリアムズもアルボンは確定、ハースもマグヌッセンは確定となっておりますので、実際はラティフィとミックですね。どうなのかな。でもね、ミックはミックでドイツ人ドライバー、そして皇帝シューマッハの息子ですから置いておきたいなという気分はあるんですけども、ラティフィもいろいろとね、ウィリアムズ、まあ、助けたっていうところもあるんで、まあ、そう簡単にバイバイラティフィとは言えないと思うんですけど、このあたりどうなるかというところですよね。あと気になるのはリカルドですよね。ダニエル・リカルド、これちょっとまだ決まってないんですけどね、私には契約があるということで、確かに23年の契約は持ってるんですが、オスカー・ピアストリですよ。まあこれでもほぼほぼ確定ということなのでね、はい、もうリカルドもうどうなのかな、ウィリアムズに行くのか、それともマグヌッセンと共にハースで走るのか、その辺はちょっとよくわかりませんけども、どうなるんでしょうか。ちなみにレッドブルとデフリーストの契約はこれから詰める必要がある詳細事項が多数残っているということなので、まだ正式に発表してないと思うんですよ。で、デフリースは今週アルピーヌで、まあ、テストの予定もあるので、合意がなされたという話が事実だとしても、まだ発表の段階ではないということです。まだ正式な発表ではないということですね。どうなるんでしょうかね。デフリースは前回ね、アルボンの代わりに走っていきなりポイントを取っちゃった、ラティフィよりも上の順位でフィニッシュしたよということでかなり話題になったんですけども、まあ、23年のシートについてもともとウィリアムズがオファーしていたそうなんですよ。ただアルピーヌの方は、まあ、ガスリーが第一希望で、ガスリーを獲得できない場合という条件付きでのオファーだったんですね。レッドブルがガスリーの後任として考えていた、まあ、インディカードライバーのコルトン・ハータ、このスーパーライセンスの取得条件が、まあ、満たされないと、特例措置はできないということで、まあ、来季の F1 デビューは現状では不可能ということで、まあ、レッドブルはハータを諦めたと。で、アルピーヌもガスリーを諦めざるを得ない可能性があったんですが、今回いいニュースが出たということですね。デフリースとの交渉開始ということで、まあ、ほぼほぼ確定でしょうね。ただ私気になるのは、デフリースが来た時、やっぱり角田裕毅が3年目ということなので、ファーストドライバーになるということですよね。いや、これでまさかデフリース一番ファーストドライバーになることはまずないと思うんだけど、
まあ、角田裕毅と、まあ、デフリースということで、このペアでもしやっていくんであれば、来年23年のデビュー戦からどんな走りになるのか、その2人とも初戦からデビューしてね、初戦でポイントを取った2人だから、でかなりの実力者なんでね、デフリースも角田裕毅も。角田裕毅はおまけに来年になるとさらに心理面で成長しているということなので、まあ、楽しみなレースになるんじゃないかと。来年の日本グランプリなんか、ね、3年ぶりの今年これだけ盛り上がる。でも今度は3年目の角田裕毅が鈴鹿で走るんですよ。今年の日本グランプリよりもさらに表彰台の獲得のチャンスがあったりなかったりなんてことあるかもしれませんね。非常に楽しみですね。皆さんでもどう思います？個人的には私、ミックはね、置いとくべきだと思うんですよね。でもリカルドもね、マクラーレンでかなりいい走りしたんで、リカルドももったいないなっていう感じがあったんですよ。で、前回もお話しましたけど、リカルドがアルファタウリにっていう話もあったんですよ、実際噂で。ただ、もともと自らレッドブル系を蹴ってまで出ていったリカルドがレッドブルの、まあ、姉妹チームに戻ってくるわけがないっていう風に言われてたんで、まあそれはほぼほぼ合ってたかなっていう感じはしましたね。いやでもこれは楽しみですよ、来年。次シンガポールグランプリからも楽しみだし、これでやっと角田裕毅はね、正式に決まったということで、もう気持ちよく走れるんですよ。これででもペレスみたいにいきなりやらかしたらダメですよ。契約更新した瞬間にやらかしたらちょっとダメだけど、まあ大丈夫かなと。角田裕毅だったら、ただ市街地コース結構怖い。でやっぱりね、最後に一言言うと、まあ角田裕毅3年目ということなんですが、仮にですよ、仮にデフリース2年契約、角田裕毅は1年契約ということなんですが、仮にですね、来年2023年もしチーム内でデフリースに負けるようなことがあったら、ね、角田裕毅がもしデフリースにポイント順位で全てにおいて負けるようなことがあったら、さすがに4年目はやばいと思う、本当に。これでもしね、本当新人に負けるようなことがあれば、結構4年目の契約更新はきついんじゃないかと思います。私もね、まあ、ファンですけども、辛口きついこと言うようですけど、これで本当にね、負けるようだったら厳しいですよ。なので、まあ、今のガスリーの位置みたいな感じでどんどんポイント取ってね、オーバーテイクショーを繰り返して、まあ、上に上がっていってくれればなと思いますね。ということで本日は急遽動画を撮影させていただきました。皆さんの率直な意見もお聞きしたいので、ぜひコメント欄で会話をしていただければ幸いです。それでは最後になりますが、角田裕毅選手、届くか分かりませんが、契約更新おめでとうございます。そして2022年もまだ残っていますよ。そして日本グランプリ、日本人のモータースポーツ好きが角田裕毅選手の帰国を楽しみに待っていますよ。ということで頑張りましょう。それでは皆さん、本日もご視聴ありがとうございました。新作の部屋のサクでした。